おはよう。おはよう。朝迎えに来ちゃいけなかった。そんなことない。嬉しいよ。でさ、昨日も授業中にさ。へえ、そんなことがあったんだ。上条、ミキと一緒に登校か。朝から暑いね。冷やかすなよ。分かってはいたけどさ、堂々とされるとこっちが恥ずかしいわ。そんなもんなんだ。あ、さやかちゃんだ。おはよう。上条くんが隣にいる。そっか、朝も二人一緒に通学するようになったんだね。さやかちゃんが私と一緒に学校に行くことって少なくなっちゃうのかな。寂しい。ほむらちゃん、おはよう。おはよう、まどか。寂しいならあの二人のところに行って一緒に登校すればいいじゃない。ずっと思ってた二人だから嬉しいよ。さやかちゃんの奇跡も知ってるしね。そう、ならいいけど無理をしないように。無理？そう、自分の心に気持ちに遠慮しちゃダメよ。